あいつが聞こえてた声の正体か。皆さん、あれを。正直、戦わなくて済むならそうしたかったけど。どうやらそうはいかないようだな。こちらに気づいたみたいね。覚悟はしてたよ。頑張ろうみんな。フィー、もう少しだけ待っててね。フィー、勝負よ。
一気に行くよ。当てる。そこ。まだまだ。逃がさない。連続よ。どうだ。イクラーニア、行くよ。これで決めるよ。固まってるならやっちゃうよ。そこ、セーター連続よ。どうだ。そこ当てる。そこ、まだまだ。ライザ、行くよ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。一気に行く。貫く。当てる。これが私の最高の一撃。飛んでけ。決める。グランシャイオ。これで終わり。うんうん、悪くないね。私たちの勝ちだね。まだちょっとは成長できたから。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。勝ったんですか。どうやらそうみたいだな。さすがに今回はきつかったな。3年前古城で戦った竜とは比べ物にならねえ。でもこれで元気になってなくねえか。そうみたい。どうして。前のと比べると心なしか水晶の魔力が弱かった。あの光、魔力がPの元気の元ならそれが少ないってことは。マジかよ。これだけ苦労したってのにしょぼい水晶しかなかったなんて。そんな、せっかくここまで来たのに。このままじゃひーちゃんが。そうだ、思ったんです。
水晶を調べたら何かわかるんじゃないですか。それじゃあダメなんだ。どういうことですか。実は俺とタオも同じことを思いついて前に調べたんだ。でもダメだった。この水晶自体は特別なものじゃない。宝石としての価値は多少あるかもしれないけどね。そんな。まだだよ。まだ諦めない。遺跡はもう一つ残ってるはずだもの。そこにもきっとこの水晶がある。フィーを助ける手がかりだって。そうだね。まだフィーを元気にするための希望は残ってるんだ。一度町に戻ってこれからどうするか決めよう。行ける場所が広がる。
おう、どこに行く？ここくらいなら平気じゃないかな。武器を作るつもりなら人数は必要だな。持てるだけ持って帰ろうぜ。推理の準備っと。何か分かりそう。これの情報は導き星のところに飛べたりするのかな。まだわからないや。推理開始。これの情報は守護竜はかつて森を守護していた獣から守護者の座を奪ったとか？竜の鱗。ちょっと違う。何の鱗だろう。知ってるのは違うかな。
レージュの森の獣は味方ってことかな。これの情報は、違うかな。やった完成、謎が解けた。推理開始。これの情報は、炎の形は変わるってことかな。行き過ぎれば。炎陽はモロハの剣ってことかな。なるほど、こういうことね。どっちにしろあまりいい結果じゃない気がするな。竜の口に太陽って何の比喩なんだろう。これの情報は、2匹の竜が魔物を攻撃してる。どういう意味があるんだろう。何かわかりそう。これの情報は、これなら意味が通るかも。なんか魔法って自己啓発の延長にあるものみたいに思えてきたかも。この土だけ魔力があるみたい。どうして残ってるんだろう。あ、わかった。魔力はたっぷり残ってるみたい。ずっと埋まってたのかな。だとしたら、もう育たないのかも。